こんにちは。こんにちは。今日も、ももはさんにいらしていただきました。はい。そうですね。6月28日になりました。はい。28歳のももはさんは今、はい、どんな感じでしょうか。お体。はい。生理痛。生理痛が。生理痛。はい。まあ、体的には、やっぱり背中と、はい。はい。なんか最近足がだるいです。足のだるさ。はい。はい、あ、背中が痛い。痛いな。痛くて、背中の痛みと、まあ、生理痛の中の痛みと、あ、全身です。まあ、そうですけど、まあ、言ってしまうと、言うと足のだるさと、みたいなところがちょっと目立ってる感じですかね。はい。はい、受け止まりました、はい。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ寝てください。はい。はい、うつ伏せにお願いします。足のだるさって、特にどの辺に出てますか？ああ、ふくらはぎと足の裏？ふくらはぎと足の裏、うん、はい。生理痛って足の方にもツボがあるので、そういう意味でもちょっと一緒にやっていくといいかなと思いますね。こういう内側、あ、痛いですよね。痛い。これはあの生理痛に効くツボです。痛い。今ちょっと足硬いですね。はい。ちょっと近づけましょうか。あ、ありがとうございます。この辺がやっぱ足元あったかい方がいいですかね。そうですね。はい。この辺で大丈夫そうですかね。はい。生理の時は、あのもっと足首とか、温めないとですよ。靴下履いてくればいい。そうそう。ストッキング一枚で寒いですよ。お腹空いてますか？はい、今日何も食べてない。あらま。満腹よりかはね、お腹空いた状態の方が、まあ、要は胃に内容物がない方がそっちに消化で血集めなくていいので、まあ、こう体に血が集まりやすくていいんですけど、あとなんか午前中は食べない方がいい説を、あー、あるね。そう、ありますね。なるほどねと思って。素直だからね。なるほどって。胃も休めないといけないんだもん。確かに確かに。朝ってあんま食べにくいですもんね。寝起きすぐとか食欲ないですもんね。うん、どっか泊まった時は一でも食べますけど、ね。まあね、せっかくだからね。朝食つけたからね。そうですね。どんなのかね、知りたいしね。そうそう。どっちの足の方がだるいとかありますか？いや、両方だるい。両方同じぐらいですかね。はい。はい、あ、痛い。いや、くすぐったかくすぐったい。あ、それはかなりですね。結構やっぱパンパンですね。
もしもし、オイル受けたいですか？あ、はい、うん、じゃあオイルにしときましょう。一旦ちょっと足を上げてもらってよろしいですか？両足とも、はい、すみません。温めておきましょうか。はい、でも下を一旦乗せますね。温めながらの方が痛み楽ですかね。ああ、そうですね、なんか最近外裸足で歩きました？いや、もう家の中が外みたいな感じでジャリジャリなんですか？うさぎが生息してるから。あー、かかとんとこがちょっとなんか外歩いた後みたいな感じで一応拭いてきたんですけどねあれと思ってはい、あの冷たいですね、やっぱ足ね。うん、なんかつま先が冷えてる感じします、うんうん。毎回生理痛痛いですか？重たいですか？そうなんですよね。あらあらあら。
月経カップって試したことありますか？あ、ないです。何ですかそれ？あ、知らなかったですか、うん、あの中に入れるシリコンカップがあるんですよ、生理の時に、あれだけでも多分楽になりますよ、それだけでも。私内田俊彦さんの漫画で知って、漫画で学んだんです。そう、なんかあの私たちは繁殖しているっていう漫画があって、でそこでなんかアメリカとかではこれが普通らしいみたいな感じで、俊彦さんが取り寄せたとか言って、これはいいとか言って紹介してたんですよ。あ、じゃああんまりその薬局とかで売ってるものでは、あんま日本だと通販になりますかね。あんまり、もしかしたらなんか東急ハンズとかああいう品ぞろえいいとこ行けばあるかもですけど。そうなんですね。うん、あのやっぱ、はい、タンポンみたいなやつですか？あの形状はなんかカットになってるんですよね。中に溜めるんですよ、血を。なんか痛そうじゃない？あ、柔らかいから痛くないですよ。まあ確かに慣れるまではちょっと出し入れの違和感というかちょっとやりづらく感じる方もいるとは思うんですけど、慣れてしまえばそんなに苦労はないかなって。ちょっと今度試してみる。あ、はい、なんかいいと思いますよ。あのやっぱ当ててるだけで結構痛くなるじゃないですか。って感じが私はあったので、痒くなるですね。そうなんかその異物感がすごいじゃないですか。それが結構ストレスになっちゃってたので。匂いもする。そうそういうのが全然ないんで、しかもトイレ行く回数もすごい少なくていいんで、快適ですよ。本当忘れるぐらいな感じです。メルカリにあるかしら。あるかもですね。ネットで探せば結構すぐ2000円ぐらいとかで買えます。でしかもいいところは洗って何回でも使えるんで、あのお金がかかんないです。あれ意外と高いじゃないですか、うん、毎月のことで紙だと。なんかあと布ナプキンとかも何とも使えるっていう。めんどくさいですよね。結局汚くなっちゃう。そう前実家でなんか、あ、やったことあるんですか？そう、いいって言われたから買って、その汚れたやつを洗濯機に入れたらめっちゃお母さんに怒られました。いや、そりゃそうでしょう。そりゃそうで、あれ手洗いでしょ。ダメでしょ、他のやつと一緒に入れたら。それまんますか？まんま。めっちゃ怒られました。それはないわ。まんまはダメだよ。なんか手洗いも嫌じゃないですか。汚くないですか。もうめんどくさいけど、モーハさん足超雑ですね、このマニキュアの塗り方。気づきましたか。めっちゃはみ出してるじゃないですか。これ写した方がいいんじゃないですか。指にめっちゃついてる。今日見たらハゲてて、あ、やばい、これはちょっと塗り直さないと恥ずかしいと思って、もう時間だからいいやみたいな。ボボボつけたんですね。こことか激しい。溢れてますよ、だいぶ。どうせバレねえだろう。いや、バレるよ。だいぶダイナミックだもん。やっぱバレるんです。バレましたね、これは。色かわいいですけどね。めっちゃ大雑把で。そうですね、私もあるけど、もうちょいマシかもしれない。一応拭いたりするかなと思いました。なんか足って遠いからよく見えないじゃないですか。もういいやみたいな。遠いから。まあね、ちょっと体硬いしね、やりづらいですよね。そう顔と足の距離が余計遠いんですよ、普通の距離。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you!